応持っていくか。お、証拠隠滅ですね。皿の破片。もう俺が今ね、もうこの光くんの表情になってるよ。さあ、医療薬。医療薬も気になるんだよね。医療薬。やっぱ体力の回復系なんだね。お、なるほど。これは繋がってるだけか。ってことは、ここも見ましょう。コーヒーだな。まだ暖かいな。ってことは、それほど時間は経ってないのかな？飲みかけのコーヒー。アンズはコーヒーが苦手だし、ハヤトはコーヒーアレルギーだから絶対に飲まないしな。ってことは、二人以外にも誰かいるとか、じゃないのかな。あまり考えたくないんだけど。じゃあ誰が？え、二人が絶対に飲まないんだったら、その可能性もあり得るよね。で、ちょっと道がわからなくなってしまう可能性を避けるため、入ってきた場所から出ようと思います。ここは入れないんだ。壊す？バカ言うな。鍵ならきっとフロントね。じゃあフロント行ってみる？ああ、これで行けるようになるんだ。行きましょう行きましょう。あった、これね。鍵を手に入れました。ありがとうございます。よし、行こう。待って、ヒカル。なんだ？おかしい。鍵がさっきの廊下の鍵しかない。アンズが持っているんじゃないか？部屋だけの鍵を持っていくのはおかしいわ。あそこの廊下の鍵がないと部屋の鍵を持つ意味がないもの。確かにそうだよね。さあ、では行ってみましょうか。でも、もしかしたら空いてる部屋はあるかもしれないよね。一つぐらいこの先にも。開かない。ここも開かない。うん？待って。力ずくで開けられそうなタイプか？ヘロヘロのあなたにできるのかしら？うるせえな。できるよな、できるよな。ヒョロヒョロのヘビは筋力がすごいんだぞ。ヘビはね、まあ、ヘビに限るわな。ヘビの話ですからね。これでいいのかな？パッドコントローラーでやってるので、焦るんだよね、この Z とか X とか出ると。え、どのボタンだっけみたいになる。どうだ、開いたぞ。ありえない。入るか。なんだろう。Z って出ても、俺が押すべきボタンが Z じゃないんだよね。まあ、簡単に言うと。ほら、光る。笑顔、笑顔。にっこり笑って。まったく、子供を見習うべきよ。光るっていつからそんな不愛想な人間になったの？俺は不幸な人間なんだ。ヘラヘラと笑ってられるかよ。不幸？不幸。母親を小さい頃亡くし、父親はギャンブル症。そして俺は交通事故で記憶障害。でもって現在は殺人犯だ。あー、いろいろあったんだな、ヒカル君にも。そして記憶障害っていうのが何かつながりを見せてきそうな感じはしますね。こんな人生で笑顔でいられると思うか？交通事故っていつの話？聞いた話では高校3年。中3から高3の記憶が一切ないんだ。本当に最悪だよ。もう青春真っ盛りじゃないですか？そう。まあでも生きてるだけありがたいことじゃない？不幸なんて簡単に言っちゃダメよ。まあ辛いこともあったけど、本気で不幸だとは思ってない。友達とかには恵まれてるしな。そうか。それは、いいことだね。これは？お皿。光るを、食べる皿よ。どうぞどうぞ。何言ってんだよ。
皿の裏に15歳記念日って書いてあるな。15歳記念日。ちなみにヒカルは誕生日いつなの？8月3日だ。そういえば、ミアはいくつなんだ？5月2日生まれ、21歳だよ。おお。そうだったんだ。俺と同い年だったのか。まあ、近いだろうなっていうのは、ありましたけどね。同じだったとは。何何？元お姉さんだと思った？高校生ぐらいだと思ってた。いや、なんだかんだこのね、二人のやりとりいいよね。こっちからかな。医療薬、また医療薬だ。風景画だね。さてさて、これは何でしょうか。ガラスが割れてる。え、誰かが侵入した的な、または脱出。アンズたちは玄関から入ったんだよな。じゃあこれは一体。さあ、消去法で考えれば犯人が割ったんじゃない。破片からして鈍器で割っているわね。大きさは私の持ってる懐中電灯くらいかしら。え、それだけかな。何かこれもありそうな気がするんだけど。あ、はい、入れた。あ、いっぱいある。いっぱいあるよ。なんだこれ。建設資料。地盤がとても弱いため、建設は非常に難航した。ここのことかな？ここの地主に聞いたところ、ここはもともと、ページが切れてるな。まあ相当大変だったってことだろうね、場所的に。なんだこれ。嘘。親は何事でも僕のせいにしてくる。僕は何もやっていない時も、親は信じてくれない。僕は嘘つき者だから。ある日、親と大喧嘩して、親なんて消えてしまえばいいと思った。それを聞いた友達が僕に尋ねました。本当にいなくなったらどうするのって。僕は答えた。親なんて僕には必要ない。そして次の日、親は消えていた。僕は嘘をついた。本当はずっと一緒にいたかったのに。もう一度会いたいよ。これも嘘に聞こえるのかな？短編小説か？てっきり何かのヒントだと、なんかの伏線かなと思いましたが、どうなんでしょうか。小説。結構小説エリアなのかな、このあたりは。ポンコツ探偵。コミカル小説ね。そうなのか。結構面白そうな感じですね。とにかく、主人公がポンコツなのよ。その表情で言う。探偵の心得31条。いかなる時も冷静に。主人公はいつでも大慌て。探偵として見てて恥ずかしいわ。まあ、小説ですからね。冗談よ冗談。私だって焦る時は焦るわ。ですな。スポーツ雑誌。ちょっと興味ある。歴代のテニスプレイヤー特集。それがどうした？よーく見て。え、何が映ってたの？実は私のお母さん、有名なテニスプレイヤーなの。マジか、すごいね。ミヤちゃんの家庭ってすごいな。めちゃめちゃ母親にだな。まあね、ヒカルはお父さんに？なぜわかった。お父さんになんだね。女の子の勘を舐めちゃダメよ。さっきと同じ絵だな。ああ、ありましたね。同じじゃない。微妙に違ってるのか。真ん中の色が若干違うし。右下にあるコード番号も一桁目が違うわ。嘘だろ。そうか、ヒカルくんは知らないんだっけ？ミヤちゃんのことって？能力的なことは？一度見たことは忘れないのよ。尊敬しちゃう？いや、吐き気がする。これ大体会話のやりとりが点々点で終わるよね。この感じが、なんか逆にいいんだけど。
なんだこれ。裁縫道具。お、何かに使えそうですよ。私、小さい頃裁縫しようとしたら、布だけ穴が開いたわ、マジか。とんでもないことですね、これは。小説？ここにも。約束の言葉は、なんか素敵な。へえ、懐かしいわね。読んだことあるんだ。知ってるのか？小説は、大体は読破してるからね。そうなのか。有名なのか、これ。まあまあってとこかしら。恋愛禁止の世の中で、二人だけの言葉を作って、お互いの気持ちを伝え合っていくストーリーよ。おお、なかなか素敵な。言葉か。例えば、どんなのがあるんだ？気になるね。そうね。彼女が警察に捕まった時に、ラーシェル・アイ、私はあなたを助けるっていう言葉で、彼女だけに伝えるシーンがあったわよ。そりゃ、随分とロマンチックな話だな。ヒカルには無縁そうね。一回玄関の方に戻るか。お、何かこれはことが進んだのでは？戻りましょうか。おー、チェックポイントだ。さあ、玄関のところまで戻ってきましたが、結局ハヤトはこの階にいなかったな。ってことは、調べてない2階でいいのかな？あの階段を登っていった先にいるんじゃないかな。そうみたいね。そしてなんだかんだ、アンズちゃんも見ていない気がしますが。なあ、ミア。何？お前は本当に俺が犯人じゃないと思ってるのか？何を今更、最初からそうだと言ってるはずよ。じゃあなぜ？俺と目が合うのを避ける。そうなの？そうだったの？私、目を見て話すのが苦手なのよ。苦手？冗談じゃねえ。牢屋の中にいるとき、真剣な目でずっと俺と目を合わせて話してただろ。それが牢屋から出てからどうだ？お前はずっと俺から目をそらしている。本当は俺に殺されると思って怯えてるんじゃないのか？お前は俺を。それ以上何も言わないで。お前は。俺を殺人犯だと思ってるんだろ？私を舐めないでくれる。これは強烈ですな。インパクトありますね。私が怖がっている？冗談じゃないわ。まず第一に、私は探偵。事件現場では犯人に恨まれる職業。死ぬことは探偵になった時から覚悟ができてるわ。そして第二に、私はもしもに備えて格闘技をいくつも習得している。私はあなた程度の力じゃ負けない。ましてや犯人だとも思っていない。これですっきりした？私はあなたに怯えてなんかいない。悪かったよ。分かってくれればいいのよ。9時か。ってことは、もう30分が経過したんだね。え、停電ですか？停電？なんでいきなり。懐中電灯。あった。待って。やばいやつ、やばいやつ。つかない。壊れてはないはずなんだけど。なんだ今の振動は。まさか。急いでここから離れるわよ。逃げるの？この状態で逃げるの？いいから早く。早くって言われても暗くて何も見えねえよ。
え、どうすんの、どうすんの。道や障害物の位置は全部覚えてる。でもそれはミヤちゃんの話だよね。だから何、私が引っ張るから走って早く。待って、そういうこと。なるほどなるほどなるほど。何してるの。え、ボタン間違えました、ごめんなさい。なるほどね、コマンド入力なんだね。うわー、めっちゃ下押す超下だったね。ラストスパート、これで大丈夫かな。よし、早く入って。これで大丈夫か。治った。一体何がどうなってんだよ。もう光くんにとってわけわかんないよね、いろいろと。え、待って、うわー、ひかるくんとみやちゃんが、これで別行動になってしまうってことか。